ゼニーバの道行きを案内する一本足ランタンの中にろうそくが一本灯ってるのを見て鳥肌が立ちました。古事記の中で、一月というのはイザナギの御事が黄泉の国で灯した明かりであり、不吉の象徴であると同時に黄泉の国であることを象徴しているというのを聞いたことがあります。トシビスパーさんですね、このお便り。宮崎さん、早尾さんは、おそらく古事記にも造詞が深いはずで、この辺りが絵で語られているのかなと自分は解釈しました。深読みが過ぎるかもです。って書いてありますけど。なんか面白い読みだと思いますね。すごい面白い読みだと思うので、トシウィスパーさんは、この辺からですね、自分の論を立てて考えて解釈というのを広めるのが面白いと思います。こういうですね、感想を持つっていうのは、私アニメの始まりだと僕思ってるんですけど、きっかけ何でもいいんですよ。自分だけの想像とか妄想でもいいですから、膨らませて、自分だけの作品っていうのを完成するのが、アニメの見方だと思うんですよね。アニメっていうのはね、プラモデルみたいなもんだし、単体のプラモデルとして作品として見れるんですけども、未完成だと思ってるんですね。アニメっていうか、映像作品というのは全て僕は未完成だと思ってるんですよ。で、観客が見て自分のありの解釈をして初めて完成なんですよ。で、それは映画の作り手が見せたい通りの解釈でもいいんですよ。それはもうプラモデルでいう素組みっていうやつで、色も塗らずですね、とりあえずパンパンパンと貼り合わせて、はい、完成っていうですね、レゴみたいな、簡単なレゴみたいなものであっても、それがないと、作品というのは完成しないと。だから映像制作者、映画制作者っていうのは、とにもかにも見てほしいと、見てくれないとしょうがないというのはこれなんですね。見てくれないと作品っていうのは未完成のままなんですよ。見てみんなが何か言って感想を持ってくれて、初めて自分の作品は完成すると。これはもう映像制作者みんな思ってることなんですけども、面白かったとかつまらなかっただけでもいいんですけども、次の段階としてなんでそう思うのかっていうので、自分の解釈というのが流通し始めたら、今度はそれはそれで一つの作品になるわけですね。例えば歴史にしても、司馬史観っていうのがあって、司馬遼太郎がこういうふうに解釈した歴史観みたいなものですね。例えば僕は司馬史観が割と好きなので、それ歪んでいようと正しかろうと関係なく好きなんですよね。なので、例えば日露大戦に対しての解釈も司馬史観を受け取った上で、司馬史観面白いということで司馬史観側で話すわけですね。しかし歴史マニアとか軍事マニアの人にとってみれば、司馬遼太郎のやつは司馬遼太郎の小説内で通用する歴史観であって正しくないって言うんですよ。で、正しくないっていうのはその通りだと思うんですけども、それは面白いかどうかの方が僕もずっと大事なんですね。でないと、軍事マニアの歴史観もわかるし、歴史マニアの歴史観もわかるんですけど、それ結局僕の中で採用されなかったんですね。あ、そうなんだろうな、本当はそうなんだろうな、でも司馬史観のこの方が燃えるわと思ってそっちで覚えてる。戦国武将も同じだと思うんですね。戦国武将って真実調べたらいろいろあると思うんですけども、多分ね、誰の心の中の織田信長もキンキン声で喋ってないと思うんですよ。実際の、織田信長ってキンキン声で、さようであるかとか、なんかこんな声だったらしいんですね。人生50年、なんかこうなんとか見ればとかですね。なんか、種ヶ島を引っ提げていくのじゃっていう風に、鬼太郎のお父さんみたいな声だったらしいんですよ。キンキン声でっていう。でも、こんな変な織田信長嫌じゃないですか。なのでみんな心の中で自分なりの織田信長とか自分なりの坂本龍馬とか、坂本龍馬って羽織の紐をしゃぶるのが大好きだったそうなんですね。マザコン説があるのはそのせいなんですけど、ずっと何か暇があるとガーって噛んでしゃぶってやって、で、さてお話になるとその羽織の紐をブン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 振り回しながら喋ったから、周りの人間はなんかこう坂本龍馬の唾が顔、一面に当たりながら聞いてたそうなんですけど、それでも聞いちゃうぐらい坂本龍馬の話は面白かったというふうに伝えられています。でも、坂本龍馬はそんな風に解釈してる人っていないですね。ほとんどいないんですけども、実際よりも物語の方が僕は大事だと思うのはそうなんですよね。歴史より歴史をどのように解釈するのかの方がその人にとっては大事。ジブリのアニメも僕には同じなんですよ。ジブリのアニメもジブリのアニメっていうのは未完成形であって、自分がどのように捉えるのかが大事であって、その面白がり方が自分の作品だと思うので、なんかただ単に作品を棚に並べてる状態にしたくないとは思ってるんですけど、すいません。ただ世の中にはですね、作者が考えたたとかですね、押し付けたい解釈のみが正解と思い込んでるですね、その作品ファシストとか作品ファシズムというのは存在するんですね。王様は絶対と異論を許さない世界みたいなもんで、そういう人にとってはなんかその作者がこういうふうに言ったとかインタビューとかそういうふうなところを突き詰めて真実を知ろうとするんですけども、作者が考えてることも僕解釈の一つに過ぎないと思ってて、その作者はなんでこの作品を自分が作ったか分かんないのが作者なんですよ。これはもう本当にアニメ作ってるのも小説作ってる人も漫画描いてる人も経験者は分かると思うんですけども、なんでこの作品を自分が作ったか、特にすごく面白いやつ、すごく名作と言われてるやつほど、なんで自分がこれができたのか分かんないんですよ。だから同じことができなくてみんな困ってるんですけども、なのでこれどういうふうな意味なんですか、こうなんですかって言ったら答えるんだけども、それ本当に書いてる時に本当に考えてたのかなとか、終わった後でインタビューに答えやすい形でスライスして出していく形っていうので出してるんですけども、だからなんか作品ファシズムっていうのは多分作品っていうのを絶対視して固定して揺るぎないものでないと自分が怖くてしょうがないという人が多いんでしょうけどね、いやなんかね、王様は裸だっていう異論を許さない世界というのはネットワークの中で解釈が無限に自由に流通する社会の中ではもうそれ通用しないんですよね。やっぱなんか王様は裸と言えること、王様は裸かもしれない、いや王様が裸になっとんには何かメッセージがあるんじゃないのかっていうですね、こういう多様な解釈が出てくることが僕は言論の豊かさだと思います。突然ですが教えていただきたいことがあります。千と千尋の神隠しの回で岡田さんは電車に乗って行った先が死の世界だという話をされてました。それは私でもわかるのですが、なぜかまじいは昔は戻りの電車があったはずなんじゃがと言ったのでしょうか。何か深い意味があったのでしょうか。日本神話ではですね、太古の時代、死後の世界と生きているものの世界というのは繋がってたってことなんですね。で、死んだ祖先にもですね、特定の儀式をすることで会いに行けたんですよね。で、しかしですね、ある事件が起きて、その死後の世界と生きているものの世界をつなぐ坂道があるんですけど、その坂道に開かずの封印が下ろされてしまったという事件が、日本神話の中にあります。で、かまじいというのはその時代の生き証人であって、実はかまじいの正体っていうのは、あるおとぎ話の主人公なのでですね、死の国から帰ってくる恐ろしさっていうのをよく知ってるんですね。なので、昔はですね、帰ってこれたというのは、かまじいの経験として、そういう死後の世界、黄泉の国、おとぎの国に行って帰ってきた人物であると、あるおとぎ話主人公であるからですね、彼はそういうことがあるのを知っていた。しかしもう僕らはそういう時代ではない。なんでかというと、死の世界と生きているものの世界の坂道が閉じられて永遠に封印されてしまったからだということです。私の友人女性はですね、猛烈な湯婆婆萌えです。かまじいの持っているですね、銭婆の場所へ行ける切符の回数券を怪しい、昔は通っていたのではないかと言ったりですね、ご愛憎というかまじいのセリフから、かまじい、銭婆、湯婆婆の三角関係を疑っていると10年ほど前からずっと友人に話された。衝撃を受けました。優秀な姉銭婆にコンプレックスを持っている湯婆婆はかまじいを寝取って棒を生んだのではないかというのが彼女の見解でした。確かになと思いつつ、ずっと真偽の確かめようがなかったのですが、岡田さんの千と千尋の解説動画を全て見て、やはりかまじいと銭婆の間には何か恋愛関係があったのかもしれないと思いました。岡田さんの動画を見た後、友達に、その友人にですね、湯婆婆は本当は愛情深くて優しい人らしいよと伝えると、知ってるよと帰ってきて、彼女の湯婆婆愛はとても深いなと思いました。岡田さんは、某の父親はかまじいだと思いますか。なかなかね、衝撃的な仮説ですね。僕はですね、湯婆婆と銭婆の関係というのは、ハウルにおけるですね、荒地の魔女とサリマン先生の関係ですね。これに似てるというふうに思ってるんですね。で、その意味では、この2人にとってのハウルという存在がですね、某であり、同時に白であるって考えなんですよ。千尋っていうのはソフィーの役割なんじゃないかなと。宮崎アニメっていうのはですね、キャラクターや設定が歌舞伎でいうですね、趣向であって時代や演目によってですね、変化するんですね。しかしですね、その根本のですね、キャラとか物語の構造っていうのは、実はね、宮崎アニメって数種類しかないんですよ。僕なりのこう見てきた結果なんですけどもですね。だから宮崎駿の天才性っていうのはその数種類しかない物語の構造を無限のね想像力というアレンジ能力ですね。それでいくらでも目新しい新作の映画にですね見せて作れるというところだと思うんですね。そこがまあね宮崎駿の一番すごいところだと思います。しかしですねここでですね出てきたボーの父親がかまじいというのはこれね僕も思いつかなかったんですね。いずれですね次にですね千と千尋の神隠し検証するときにですねちょっと調べて考えてみたいと思います。お楽しみに。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。